はい、皆さん、こんにちは。もち TV です。それで今回もウィニングレモン2018やっていきたいと思います。ということで、今回はですね、レジェンド選手、デルピエロなんですけれども。2回目ちょっとね、デルピエロがね、シュート精度めちゃくちゃ高いなと。まあ、紹介してる時って、ちょっと戦術的効率が低かったりとか、レベルが低かったりするんですけど、このね、今デルピエロ。100% のデルピエロやばい。そしてレベルも27レベルと。はい。まあ、運が良くてね、2突できたといった感じなんですけれども、はい、これ結構シュート精度が、まあ、根幹もそうだし、あと普通にゴール前でのシュートがバスバス入るんで、2018になってアプリの方でもちょっと入らなく、適当なシュートがそんなに入らなくなってきたけど、このデルピエロはそれをちょっとなんか、いや、超えてくる。ちょっとゲーム自体、ちょっとなんかデルピエロ特別な存在になってるんじゃねえかぐらい入るよね。そう。ということでね、まず1試合は、見てって、最後ね、ちょっとデルピエロのシュートをパッとまとめたんでね、見ていければいいかなと。やっぱり、なんかその能力値以外のものが出てる選手って結構いるけど、それの最も恐ろしいところなのかもしれない。数値的に見たらね、他にもね、同じような感じはあるんだけど、結構臭いんだよね。ものすごい。はい、ここら辺からね、まあ、ガンガン狙っていけるっていうのが。まあでも、打ってもあそこら辺入らないからね、結構今ね、止められるよね。そうだね、結構厳しかったりはするんですが、抜けてきてシュートと。これなんだよ。一歩早いんだよね。いや、あれ、止めるときあるよ。いや、普通結構止められて、相手がね、確かチェフなんで、キーパーが。別に弱いキーパーではないんで。あれ、これ止められるよね、普通に結構。ここ一瞬早いんだよね。これ要はマティブかな。打つまでも早いよね、完全に。強い。あれは一応、根下とか入れてないんだ。いや、気持ち入ってるかなぁ。あ、なるほどね。でもなんか、気持ち、はい、根下入れててもさ、なんか根下の構えで打たなかったりとか、あるんで、ただまあ、打つときはあの辺は入れてたりとかもするんで。いや、すごいよね。あれで入るのは、なんかなかなかいないというか、結構、ロナウドですら、ああいうの止められたりとかするときあるから。そうね。なんか普通にあそこの位置って多分キック力が高い選手が一番入るんだけど、デルピエロ別にキック力そんなないんで。あ、なるほど。そう。ここら辺も前向いて、普通にボールを結構こねれて。ちょっとしつこいぞ。いやい。さすがしつこかったね。いや、打ちたいけどね。まあ、こんな感じでデルピエロでシュートを狙っていくと思う。デルピエロ、確かにこの前ちょっと使った時はさ、今回なかなかちょっと厳しいなみたいな感じ思ったけど、レベルがどんぐらいかな、23、4ぐらいのあたりから明らかに動き変わってきてたよね。そう、ちょっと早いし、あのね、なんかゴール前までの動きがなんか異常に無駄を削ぎ落としてるっていうか、これもかなり突っ込んでちゃった形になったけど、まあ、ウィリアに出してもいいんですけど、うん、まあ、ちょっとデルピエロのあれを生かして、あとやっぱ速いんで、速くてドリブル性高いんで、普通に。相手の守備はどうなの？そのディフェンスは誰がいいんだ？ディフェンスはまあ、はい。はいと。いや、普通にまあ、こんな感じで、味方のゴールも、生み出せる選手なんで、前線貯めてね。コネは意外とやっぱできる。ドリブルの数値が高いから。高いから、コネは普通にできるし、あと速い。スピードと瞬発があるんで、普通に結構捕まんない。だワントップとかでゼロトップみたいな感じにしてて、ちょっと上背なくて心配なんだけど、なるほど。その分スピードでカバーっていうのがデルピエロの強みなんで、そこはね、活かしてあげればかなり強いっていう感じかな。レバンドフスキーとか、ああいう選手にない強みを持ってるね。ここで叩いて。おぉ、来た、ラインブレーカー。出る。おぉ。で、ラインブレーカーなんでね、あと、結構珍しいのが。まあ、フォワードでやっぱりラインブレーカーなんで、裏抜け出してくれるんで、出してあげると、結構もう普通に走ってて。さっきのね、横にずれてちょっとシュートするやつも、結構、横にずれたタイミングで相手に寄せられて、なんかブロックされちゃって、シュート打てないっていうのは結構あるんですけど、デルピエロかなり、やっぱ瞬発が、いい感じになってるのか、はい、そのまますぐ打てたね。そう。次への動作が早いっていうのが多分一番いいよ。わかりやすいかな。結構トラップして次の動作の一歩目が早いんで、そこをね、ちょっと注目してみていただければいいかなということで、ですね、デルピエロ一回入れて、相当入るもんね、これ。もう一回縦に入ってきて、さあ、アザール、デルピ。デルピ、デルピ。で、ここ取られるんだけど、この一歩なんですよね。おい、左足でもやっちゃうよと。あそこから入んの？ああ、やっちゃうやっちゃうと。前、レベル低い時、あそこから打っても入んなかったよな。入んなかったよね、結構。しかも逆だし。うん。これすごい。これすごく臭いよ、このゴール。あれ、根下でしょ、これ。うん。これ、これがっつり根下。
いやー、やっぱね。デルピエロゾーン、やっぱ、あるな、デルピエロの根幹。あるぞ。やっぱね、取られた後のあの速さなんだよね。これね、本当にびっくりしたのが、最初ね、なんかあんま、うん、言うてやっぱりまあ入らないというか、そう、まあそういう感じなのかなと思ってたけど、だんだんその適応率が上がってくる、うん、ここまで、いや進化した、ね、なんか見違えて活躍する選手、はい、なかなかいないよね。でこれが一応あれですね、デルピエロの、まあ、ゴールシーンをまとめてハイライトみたいな感じ、ね。なるほど。この裏のね、抜け出しで、これチアゴシルバなんだけど、ぬめってんのね、ぬめってぐーって。体を入れるという。チアゴシルバも足速いけどね。速い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 。ここも、ウィリアンでボール持ってて、裏でチアゴシルバに一回跳ね返されて、もう一回、ビダル。そう。そう、アザール。ちょっとずれるけど、このターン、うん、ああ、やっぱこっちでも逆でも。速い。いや、見てる見てる見てる。決まっとるね、これ。速いんですよ、やっぱり一歩がね。さあ、ネドベトから。これもデルピエロのラインブレーカーボヌッチ、うん、ボヌッチかわしてシュート。あー、はい。ここもね、すごい結構あれだよね。多分これチアゴシーバーとボヌッチなんだけど。体強いけどね、ボヌッチ。速いんだよな、ここが。キュッキュッと入ってきた。あとは流し込むだけ、みたいな。素晴らしいね、これもう。なんかレベル上がってくるとぐんぐん強くなってきたなっていうのがあるね。感じるよね、すごい、それは。さあ、このシーンもウィリアン。デルピエロでパウリーニョ走ってるよね。もう一回使う、はい、外に一回広げて、シューこれは決められたらこれ入っちゃうのっていうレベルだよね。今だとこれなかなか入んだよね。これ飛び込むドニアだよ、うん、シューって感じ。何が惑わせてる、うん、デルピエロの。いや俺マジで結構デルピエロ使えると思ってるから使いたいよね。ここもボール参加して最後に待ってるデルピエロっていう、ねうん、ここの部分はまあしっかり走ってくれるかなっていう、うん、1個前のシュートやばかったね。やばい、あれ入っちゃうのか。さあここも中盤から繋げてデルピが落とす。そして走ってる走ってる、うん、これはこれができちゃう、うん、ちょっとキュッキュッと、うん、キュッキュッ。これで今回打つと入るね。入る、まあ入る。まあ誰が打ってもあれは結構高いんだけど、うん、あれが早くなら素早く発動できますよ。さあさあさあ、ウィリアム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 来て、さあ、一回回って、デルピー！これが入るの、やばない。これね、今回入れてんだよね。ダイレで、ダイレで、さっきもそうだったけど、2個前ぐらいかな、はい、そうだったけど、ダイレでこの根幹、ぶっ放してくるっていう、しかもそれ入るというね。これも臭いよね。後ろから押されてんだけど、まあ、こけないっていう。あ、誰だ、ディフェンス。あれもキエンリーだからね、多分。いや、なかなか、やっぱ体当たり負け、うん、あれなんだろうね、こけると思ったらそうでもなく、耐えるんだね。さあ、ビダルから、アザール、アザール、デルピエロ、動き出しで、うん、これまあいるね。打つだけって感じですね。いや、でもなんかあの、遠目の位置からの根幹が入るのはすごいわ。すごいよ。びっくりする。キック力そんな別になんか、あれなんだけどな。うん、ここ抜け出して滑って入れると、これね、これ今回入れてる、うん、すごい感覚的に入れてるね、今回をここでね、多分今回なんで、これこの人大あのワンタッチシュートも持ってるんで、デルピエロってだからそのままダイレクトで、うん、打っちゃったもん、ね、打ってそれを今回気味にちょっと入れつつ打つとかなり入る、うん、入るね。持ってる人はね、ぜひちょっと育てて、うん、ドーン。これ20何レベルになるんで、これ入るからね、うん、27あれ当たったりするよ。そう、あれ当たるんだよ結構、うん、27レベルでね、まあ、これだって結構連続してるオンチャレの試合だもんね。これ全部オンチャレですよ。あ、なんかこれいいとこだけ抽出したいみたいな感じになってるんですよ、うん、これ連続してるオンチャレなんで、オンチャレ全部オンチャレなんだよね。さあ、ここ一度奪われてナイングランが追ってデルピエロ落としてウィリアンからアザールでダーン。やっぱそうじゃん、ダイレじゃん、ダイレの根幹でしょこれ。恐ろしい、ね、これ入るよこれ、うん、あれは根幹なのかな。でも入ってんのかな、あれなんだけど。いやでもダーン、なんでも入るじゃんマジで結構マジで決める、マジで決めるな、こいつ、うん、こいつマジで決めるなと思った。俺は非常に素晴らしい選手出たこれができるのすごいね。うーん、てな感じでですね、まあ最初にあの1試合通してちょっと長く、うん、デルピエロのシーン見せてきて、最後はちょっとデルピエロのゴールシーンをまとめた、ハイライトみたいなのをお送りしたんですけれども、ちょっとこれは恐ろしい強さになってるかもしれんね。うん、まあシュ
ート精度が本当高い。もちろん、なんか、とりあえず、なんかやってみてほしいのは、レベルを27、8ぐらいまで、ね。30までぐらいまで上げてもらって使うと、う本当に強くなる感じ。最初の方はなんかそんなに感じなかったけど。ね、やっぱりレベル10とか、あの15とかじゃまだわかんないね、うん。やっぱりレベル30近くまで上げて上げて、初めてやっぱりその選手の。いやもうここまで化けたのは久しぶりだと思う。うん、あんまないんだけど。あんまない。そう、ネノベトとかも結構レベル低い位置から、うん、あの低い時から強かったんだけど。そう。デルピエロはレベル上げれば上げるほど、なんかスピード速かったりとか。これちょっと今40になるでしょ、俺は。40になるんだよ。40ちょっとしてみて、うん、これどうなるか気になる。いや気になる。もっとやばくなってるかもしれんわ。多分ね、もっともっと化けてくる選手だと思うので、まあ、今後ね、まあ俺すごいコンテに合うんじゃないかなとか。だからコンテだとやっぱりどうしてもトップがね、ちっちゃいと、なんか大きい選手がいいんじゃないのかなと思うんだけど、はいはいはい、多分スピードでカバーしてるし、やっぱ奪われた後のあの一歩目早いしみたいな感じでね、かなりデルピエロのいい部分が出たのかな。まあ、ちなみにこのスカットであのずっと回ってたんですけど、最初なるほどなるほど、大体6試合ぐらいかな、うん、あのでそこでまとめたんですけど、いやかなりね未来の可能性を感じる。いや確かに、いや27でしょまだそう、まだ40レベルになった時のデルピエロこれかなりね、ゴール前で多分相手にもいたら嫌だな。そうだね。すごいいいところに。だってあのタイミングで打たれても入らないと思ってるところあるからね、うん、ちょっと若干、うん。あれは取ってくれよみたいなところあるけど、うん、あれ入っちゃうんだから。そうだね。今後も。怖すぎるわな。使っていきたいと思います。ということで、また次回の動画でしょう。さよなら。ボー